どうも、キューチク前回、熊田です。お、じゃじゃ、おにぎっぺ。日本の恥。自ら公言すんなというわけですね、今回、熊田ビデオ、都市伝説シリーズでございます。マンキーというわけですね、都市伝説に非常に詳しいこの方、ミスター関を呼んでおります。へぇー、はじめまして。へぇー。いや、ミスター関、世界一熱い男、俺だぜ。冷てぇだろ、結構。今回の都市伝説は、日本全国に直線的に張られた結界、レイライン。その結界に建てられているスカイツリーには、新時代のメッセージが隠されているのね。というわけですね、今回そのレイラインについて触れていきたいと思います。まあ、あの日本に建っている歴史的な建造物の場所には必ず呪術的な意味が込められてる。富士山とか。そう、富士山建造物だったの、すごいな。揚げ足取ったなお前。まあ、例えばその中の一つである格式の高い鹿島神宮と富士山を結ぶライン上には皇居があるね。でその途中からそのライン上には小田急線が走ってるの。まあ、これは皇居に富士山のパワーをもたらすっていう意味合いが込められてるの。まあ、この鹿島神宮と、まあ、皇居富士山を結ぶ結界っていうのはこれだけでは終わらない。そのラインをさらに徳島県の方に直線的に伸ばしていくと剣山と結ぶの。あ、噂の例の剣山。例の知らないだろ。まあこの剣山といえばソロモン王の財宝が眠ってるとされてて、あのまあ未だにその近辺にはあのユダヤ的な風習が残ってるってされてる場所なの。まあ、あの日ユ同祖論とも非常に関係の強いのがこの剣山なのね。でさらにその結界のラインっていうのを直線にもっとずーっと引っ張っていくとある神社に到達する。それが平立神宮。まあ、これあの熊本県にある神社で、この神社のすごいところっていうのはなんと全宇宙の神を祀ってて、あの大昔から世界に注目されてた神社なんだよ。じゃあ熊本真剣な顔で聞くな。まあつまりこれ何を表してるかっていうと、明治になって、まあ、開国するずっと前からこの神社には世界各国の代表が参拝に来てたってことなんだよ。これやばいっすよね。だってもう世界中のレペゼンが来るわけでしょ。じゃあなんでこの結界っていうのがレイラインっていう風に呼ばれてるかっていうと、レイラインの支点である鹿島神宮がある場所っていうのは日立っていう地域だね。そうなんだ、詳しいね。やめろって。まあこれ日立っていうのは漢字で常に陸って書くんだけども、もう日立ってことは日が立つって意味なのね。であの終点である、まあ、平立神宮がある場所っていうのは蘇葉町っていうの。蘇葉町って日が蘇る場所って書くの。対極になってるね。そうなんですよ。つまり東から日が昇ってまた日が蘇るために日が沈むっていうことを表す結界だからレイラインっていうの。このレイっていうのはまあ太陽っていう意味が含まれてる。じゃあそのレイライン上に最近ある建造物が建てられた。それが東京スカイツリーなの。だいぶ前じゃねえか。いや言うて最近じゃん。ただこのスカイツリーって実は他にも候補地があったんだけど、それは話題性を作るためのもので、もう最初から実はこのレイライン上に作るってことはもう決まってたって言われてる。でスカイツリーの高さは634メートル。まあ、武蔵っていう語呂合わせができるんだけど、別の意味が存在する。まあ、武蔵6+3+4、これなんと13っていう数字が浮かび上がる。素数が。まあこの13っていう数字は実は聖なる数字って言われてるよね。で日本もかつては月の満ち欠けで1年を決める単位暦っていうのが採用されてたの。で3年に一度だけあの1年が13ヶ月あったのよ。つまりこの13っていう数字は月を表す数字なの。つまりこのレイライン上にスカイツリーの建設っていうのは太陽の時代から月の時代に移り変わったことを意味するのよ。やばいっすよね。すごいな。これすごいよね。わかんねえだろ。まあこっからがすごいね。2012年の5月21日に、まあ、結構話題になった金環日食ってのが起こったのよ。ただその金環日食が起こった場所っていうのが鹿島神宮から皇居スカイツリー、そして平立神宮までを結ぶレイライン上で起こったの。平行で傾きが一緒ってこと。自然から問題解くな。つまりこの聖なる結界の上で月が太陽を隠す現象っていうのが起こったのよ。これは偶然で済まされんのかってことなんですよ。でも偶然なんだよね。ん？オチわかんなくなっちゃった。